先週、お休みさせていただきまして、うん、矢部氏が、ワールドカップでブラジルへ、ブラジル、で私が旅猿で、カリブへ、お仕事で行っておりまして、うん、一週お休みいただきましたけども、はい、無事帰ってまいりました、うん、まあボコられましたね、なんやかんやで、まあ、やられましたね、やられましたね、あれ、なんか僕時差があって、うん、あれどこやったかな、ケイマン諸島かなんかいうところで、うん、たまたま見れたんですけど、時差の関係で、うん、明日ですよって言ってたんですよ、うん、日本の試合は、うん、で明日ですから、明日まあ見れたら見ましょうみたいになって、でたまたまホテルに帰ってちょっとシャワーでも浴びて、うん、でもう一回、撮影しますからって言って何気にテレビつけたんですよ、うん、ほんならバスからザックが降りてきたんですよ。であれと思って、あれでも明日って言ってたしなと思って、これ録画なんかなと思って、うん、でも流れてくる言葉はもう全部スペイン語ですから何言ってるか分かんなくて、うんうん、そうしてるうちになんかアップ始まって、あれおかしいなってなって、うん、これ今ちゃいますって言って、うん、でスタッフに言ったら、あれそうですね、うん、今からやるみたいですね一日間違ってたんや、一日間違っててんや、でまぁ、ちょっとそのロケ中断して、でみんなで見て、でまぁ、ほんまにいろんな人が、なんやろ、ネットやツイッターやらで言うてましたけども、うん、希望と絶望すごかったですよ。そら前半終了はもうマックス、夢マックスでしたね。ほんで、そのよく知ってる人がね、一人吉本の方がついていて、あと何点、うん、ギリシャどうなってるとか、あと何点取ったらいけんやったっけっていうのをすごいやりながら、うん、ほんだポコ、後半ポコポコ、あ、あと何点取ったんやねん絶望よ、最後のみんな誰も喋らないんだっていやすごいですよ、やっぱり強豪国は。そうですね、戦い方もやっぱり知ってますし、いやなんか嘘みたいやなと思って、うん、いやもう綺麗にね、でまあその後もなんか喋ってるんですけど、全部スペイン語やし知らん人やし、うん、出てる人が、うん、でどないなってんの、日本がどうなってんのか、うん、どんな空気なのかも分からへんから、うん、でこんな中やべえし、どんなことになってんねやろうと思ってすごかったよ、うちの解説陣は。俺もだからそのパケット通信し放題じゃないけど、うん、もう気になってやな、ネットでパケ放題じゃないやつやん、うん、それでなんかもうワールドカップやべって検索して、なんかお金かかるやつや、お金かかんねや、ほんでどうなってんやろうと思ったらもう、うん、セルジオエチゴ爆発みたいになってて、え、なんやなんやと思ったらもうセルジオエチゴの独断場ってなってやな、まあ、そうですね、やっぱり試合終わったばっかりやけど、もうサッカー協会への批判になってましたから日本サッカー協会への批判になってましたから、もうセルジオエチゴがものすごく怒ってると、怒ってた。で矢部は必死のフォローをするが、うん、ピシャリとなんかピシャッといかれてるみたいなだけが文章でしか流れてないからね、うんで分かれへんがな、でどうしよう思ったらすぐソフトバンクからやね、うん、連絡来てもう通信料1万超えましたすぐちょっとしか見てへんやんと思って、お金かかんねんな、ほんまやで、うん、でどうしても気になったからもう次の日もう一か八かで YouTube でやね、うん、ワールドカップ、やべセルジオエチゴって言って相方調べるという、そう入れたらやね、なんかもうなんやろう、ところどころ泊まりながらやけども、もう何セルジオさんがわーってもうホンダをが勘違いしてどのこのみたいなってあそうかこれ試合後こんなことになってんねやと思って、うんでもういや前の2試合よりかは良かったと思いますけどって矢部氏が言うた後に、いやもう2軍だ二軍でこんなんじゃダメなんだみたいなこと言われてて、うわー思ったらすぐソフトバンクが3万超えました言うてやね、もうそんな見たかな思って、なんか知らんけどいろいろドキドキしてやね、カリブで、いやーすごかったね、いやだからもう俺も何気に何やろワールドカップ見たいとかそんなこと言うてたけども、あの空気じゃもうたまらんやろな思って、うーん、どんなあれカンペ出んの
なんかこんなこと聞いてくださいとか、もうこれ、ガンベア、これ、もう汗出ますよ。フロアのディレクターは、ラジオやけどごめんね。これをずっと。伸ばせ、伸ばせと。何も出ずに、伸ばせ、伸ばせ。いや、俺だから、俺がもしあの場におったら、どう言うたらええのかなと思って、思ってんけど、もうあんなんなったらもうどないもしようもない。まあまあでも、解説陣ね、たくさんいらっしゃいますから。うん、ただやっぱり、我慢してたものが、結果が出たので、うん、言えるようになったっていうのも。ああ、もうとりあえずもう、うん。そうやもんな。結果出る前に思ってて止めてたことが、皆さんこう言えるようになったっていうので、うん、話はまあね、持つんですけど。まあでもまあ悔しさもありながら、愛情があるゆえにですけどね。まあまあまあ、そうなんでしょうけれども、うん、まあすごかったなぁと思って、うん、ほんまも3万超えながら見たからね、YouTube で。うん、スペイン語じゃ何もわからない、見たことないような女の人が足組んで、わぁ、偉そうに喋ってるからね、これ何言ってんやろうなぁ思って、うん、思ってんけど、わざわざ YouTube で見たわ。そう、そんなね、中継ブースでは、うん、そんな空気やったんですけど、もう大谷さんは普通の席で見てましたからね。うん、そうかそうか。すごい、なんかブラジル満喫してたな。ブラジル旅行みたいでしたよ。ああ。うん。まあ、ほんまだから結局のところ、その、なんでしょう、ところどころしかサッカーも見られへんかったし、うん、ずっと撮影してるから、ちょっとしたカフェ、行ったところで、こう試合がちょっと見れたりとか、うん、そんな感じやったけども、そもそもカリブの方とかって、アメリカから来てる人が多かって、うん、アメリカの人ってまだ、そのワールドカップや言うてる時に、カリブ海に遊びに来てる人やから、もうサッカー全く興味ないのよ。うん、だからテレビ変えてしまうの。アメリカ強かったのにね。なんかその盛り上がってきてんのは盛り上がってきてるらしいやんか、うん、アメリカでも。うん、でもそんな時期にカリブ海に、の海に浸かりに来てる人は全然興味がないわけ。そうやろな。だからもうかかってないの。サッカー自体が。試合が。そうやね。だから見るのに大変やったけども。まあまあまあ、まだこの後もね、面白い試合が続出になりますけども。まあでもセルジオ・エチゴさん怖かったな。俺だからワールドカップ云々よりもすごいテンション上がって、今年はワールドカップ見るんや思ったけど、あんなセルジオさん見たらもう怖くて、なんかドキドキして、俺が思ってたワールドカップとちゃうなと思って、8年越しのワールドカップこんな思ってたんとちゃうなと思って、もっとわーってなってやったねっていう感じやったけど、まあね、試合に勝ってね、そら喜びたかったですけど、まあまあ、そのなかなかうまいこといかへんっていうことですよね、こればっかりは。ただまあでもね、前半終了間際、岡崎選手がね、得点入れて、その時点でギリシャ1点リードでしたっけ。そうやね、そう。もう一番もう夢いっぱいの時、でもセルジオさんやっぱテンション上がってましたよ。うん。それでも。その時は岡崎って言ってました。やっぱり。ナミーとは言わへんかった。やっぱり好きなんですよ。あ、そう。はい、岡崎って言って。あ、そう。セルジオさんやっぱ岡崎がキープレイヤーやと。ずっと言ってはったから。そうか。うん。ほんならもう多分。夢は持ってはったんですよ。そうやな。勝ってたらナナミって言ってたやろね。言ってましたね。岡崎よりも。そうなんですよね。まあしょうがないね。まだ次ね、立て直して。もうね、次期監督が、ね、誰や言ってますから。そうですよね。そんな中ですよ、カリブでサッカー見てた夜かな。夜かなんかに、もう3万超えてんのにはね、電話かかってきて、パッて見たら西川清志ってなって、えなんかしたかなと思って、カリブにかかってきた。カリブの夜に西川清志さんから連絡して、もしもしって言ったら、おはようございます西川清志ですって言って、この間 NGK なあ、出てくれてありがとうございます。ずいぶん前やのに。俺言うの忘れてました。いやいや、もう一緒にお寿司食べた、おごっていただいたし、って言ったら、いや、ちゃんとしっかり俺だけしとかんとな、って。古い人間やから。それなんか変な音してるな、電話。今カリブに行ってるんです。あ、ほんまかいな、って言って。仕事でちょっと東野さんと来てるんですよ。そうかそうか。うん、
でも、あの、東野さんに変わんのもあれやろうなと思ったから、まあまあ、東野さんはもう、なんか、うん、もう寝てるんですけども、嘘ついて。で、まあ、東野くんにもよろしく言っといてね。カリブ楽しんできてね。ありがとうって言って電話切った。タイミングがな。うん。びっくりするよね、カリブで、塩やったら。カリブで清やから。すごかったね。